i x プレスはカナダのオンタリオ州でグランドリバー交通局が2005年から運行している路線バスである。ルート200から204までの5路線がある。ルート200ルート200はウォータールー北部にあるコネストーガモールからキングストリート高速道路8号線、401号線、24号線を経由しケンブリッジのダウンタウンにある。 エインズリーストリートのバスターミナルに至る経路を結ぶ急行バス路線である。2005年9月6日から運行が開始された路線で初めてエクスプレスの名称を冠した。乗降可能な地点を単間隔で多数配置する GRT の一般路線とは異なり、エクスプレスは速達効果を高めるため停車地点を13カ所に絞っている。運行は 政府の支援のもと、すべての曜日で行われており、運行間隔は、平日の午前6時から午後6時までが約10分ごと、平日夜と土曜は約15分ごと、日曜には約30分ごととなっている。17カ所の交差点でバスを優先的に通す措置がなされているが、これは優先信号を設置するのではなく、既存の信号の現時時間の調整で行われている。料金、 発見体系は GRT の他路線と同一である。当初ルート200の名称は運行会社内部での使用にとどまっており、路線の案内はもっぱらエクスプレスの名称で行われてきた。キッチナーウォータールー地域の中心停留所であるチャールズストリートトランジットターミナルのエクスプレス用バス乗り場では運行開始当初はルート200の表示が行われていたが、 ほどなく用いられなくなった。しかし二千十一年九月に、エクスプレス第二の路線であるルート二百一の運行が開始されたことから、既存路線はルート二百として案内されるようになった。ルート二百一は、キッチナーのフォレストグレンプラザから、ウォータールーチ報道十八号線を経由して、コネストーガモールまでを結ぶ路線である。二千十一年九月から運行が開始された路線で、 エクスプレスとしては二番目の路線にあたる。当初はウィリフリット・ローリエ大学までの運行で、路線色が緑に設定されたことから、クリーン・エクスプレスとも呼ばれた。2013年には、コネストーがモールまで路線が延長された。ルート202は2013年9月から運行を開始した路線で、アイラ・ニードル・スブールバードにある、ショッピングモール・ザ・ボードウォークから、コネストーガモールまでを、 ユニバーシティアベニュー沿いに結ぶ。開業時は1日あたり3400人が利用し、2016年時点での目標値として設定されていた2600人を上回った。混雑が激しいことから GRT ではルート202を運行するバスの追加を検討することとなった。ルート203は2014年4月から運行を開始した。 ルート204は2015年9月から運行を開始した。ショッピングモールザ・ボードウォークからオタワまで、キッチナーを東西に結ぶ。エクスプレス塗装車使用する車両は、GRT の他路線で使用されている車両とは異なり、白色で両側にエクスプレスのロゴを大きくあしらった特別な塗装を採用している。この特別塗装車は、標準塗装車が不足した場合は、 一般路線を走ることもある。逆に、標準塗装車がエクスプレスに使用されることも、稀にある。エクスプレス塗装車はすべてのババス車の LFS モデルで、2004年導入の2408号から2409号、2009年導入の2901号から2913号、2010年導入の21001号から21006号がある。 2009年秋には既存のエクスプレス車の更新用に新しい NOVA LFS モデルが導入された。新車導入に伴い2004年に導入された旧車両の一部は GRT 標準の塗装に戻され、エクスプレス塗装のまま使用されている2004年、導入車は2台のみとなっている。車両には正面に LED 画面が取り付けられるとともに案内放送も流れ、 乗客が次の停留所を確認できるようになっている。ルート201に用いられる車両は、ホレストグレン発着の一般路線と共用のため、GRT 標準の塗装である。すべての停留所では乗客向けに運行状況が表示され、さらに主要停留所には、ロッカーや自転車を収容できるラックを備える。i e x p r e s が停車する停留所は特別な仕様になっている。 ありがとうございます。